カラー出身スンヨン、約7ヶ月ぶりの日本単独ファンミーティングを開催、新曲のサプライズ公開も。写真イコール愛、NYEON エンターテインメントカラー出身のスンヨンが、日本単独ファンミーティングを成功裏に終えた。スンヨンは昨日、15日、東京で単独ファンミーティング、数点 18HANS、EUNGYEON ホームパーティーインジャパンを開催した。昨年12月の単独ファンミーティング以来、約7ヶ月ぶりにファンに会ったスンヨンは、歓声を浴びて変わらない人気を見せつけた。この日、スンヨンは久しぶりに会ったファンと様々なゲームをしながら、和やかな雰囲気を引っ張り、格別なファンサービスで元祖韓流女神らしい魅力をアピールした。また、未公開の新曲を初めて公開してファンを驚かせるなど、様々なライブステージで現場の雰囲気を盛り上げた。スンヨンは、最近韓国で放送が終了したテレビ N ドラマ、止めたい時間、アバウトタイム、で、はつらつとした魅力をアピールし、チャンネル A ドラマ、ジュニア、に主演としてキャスティングされるなど、女優として精力的に活動している。